ソウルワックスは、ベルギーのロックバンド。1992年結成。ヘント出身。バンドの中心メンバーである、ディワーラ兄弟は、DJ デュオにマニジスとしても活動。1996年5月14日、ベルギーのレーベル、プレイットアゲインサムより、アルバム、リーブザストーリーアン r y ルドでデビュー。1998年、セカンドアルバム。 マッチアゲンストエブリワンズアドバイスを発売。同アルバム収録曲の Too Many DJs が後のディワーラ兄弟の DJ ユニット名の由来となる。リミキサーとしても積極的に活動し、クラブシーンでの活動も行う。2000年頃からディワーラ兄弟は2ワニジスとしての活動も開始。2004年8月23日、サードアルバム Any Minute Now を発売。 翌2005年9月26日には Any Minute Now をクラブ向けにリアレンジしたアルバム Night バージョンを発売。ディワーラ兄弟の父崎は1960年代に地元ベルギーで有名なラジオ DJ であった。そのためディワーラ兄弟は幼少時代から多数のレコードに囲まれて育つ。 ディワーラ兄弟はソウルワックスの活動と並行して DJ 活動を開始。1999年にベルギー国営放送局でラジオ番組ァングザ・ the DJ をはじめ同番組での DJ プレイはテクノ、エレクトロ、ロック、ヒップホップ、ソウル、ファンク、ポップスなどのスータのジャンルの誰もが知っている大ヒット曲の美味しいところだけを買いたい、再構築し、 それをミックスしていく独特のスタイルで話題を呼ぶ。後にマッシュアップと呼ばれるようになったそのスタイルは数えきれないフォロワーを生み出したがマッシュアップの盛り上がりについてリワーラ兄弟は自分たちが始めたことではなくディスコやヒップホップが出始めた頃から存在していたものだと思うと述べている。BBC や XFM 等のイギリスのラジオ局や ロンドンを拠点とする DJ のエロル・アルカンがオーガナイザーを務めるパーティートラッシュやアーサー・ベーカーのサンデーセッションでもプレイするとジャービス・コッカーが熱狂的なファンであることを公言しアメリカの DJ のフェリックス・ダ・ハウス・キャットのプロジェクトでのコラボのオファーを受けるザ・クラッシュのミック・ジョーンズは自身の楽曲がベーズメント・ジャックスの楽曲ロメオと マッシュアップされていたことに衝撃を受けて絶賛した。2002年には唯一の公式 CD、AZ, Hard On r ィ d ソ o Soul Wax Part 2を Play It Again s m より発売。旧誌モジョ、ニューヨークタイムズなどのメディアで絶賛され、多くの音楽誌で2002年のベストミックス CD に選ばれる。その後、ロンドンのファブリックやパリのレパルプ等の名門クラブや、 アイラブテクのクレムフィールズ、グローバルギャザリングなどの大型フェスティバルにも出演する様になる。日本では2003年2004年のエレクトラグライドに出演。2005年にソウルワックスとして発表したアルバムナイトバージョンは DJ ミックスのようにすべての曲がつなげられており、もともと母体として存在していたソウルワックスの方がニマニジスに同化していく様子を表していた。 2012年8月18日、サマーソニックの大阪公演初日の深夜帯に催されたミッドナイトソニックに出演。2013年11月29日にはエレクトラグライドに出演。エレクトラグライドでは音と映像をリンクさせたオーディオビジュアルライブセットが用いられた。また、11月27日には、 日本公演を記念して10年前に発表した唯一の公式ミックスアルバム、アズ・ハード・オン・レディオ・ソウル・ワックスパート2の10周年、記念版を完全生産限定で発売した。2014年8月15日、サマーソニックの前夜祭りである、ソナカ・メイニアの、ハード・ステージに出演。ミックス CD、シリーズ、アズ・ハード・オン・レディオ・ソウル・ワックスはパート14までが、 プロモーション版を装ったブートレグとして発売されており、レーベルはピアス参加のワックスツールレコーディングス。ミックスされた楽曲の使用許諾がレコード会社から降りなかったために公式版としては発売できず、使用許諾申請について半年以上かけて交渉するも、唯一許可が降りたのがパート2のみであった。パート2に至ってもジャケット写真の使用許諾が カメラマンから降りず、ほぼ、すべて塗りつぶされたジャケットとなった。2013年のインタビューによると、次から次へと曲を切り替えていくにマニジスの DJ スタイルは、時代の状況を反映していると思うと述べ、例として最長時間が6秒の、ショートビデオクリップサービス、ワインの流行を上げ、おそらく現代の人々が集中できる、時間帯ってそんなものなんだ。と述べた。 一方で、それはいろいろなものが消費しやすくなったせいでもあるとし、人々の脳が情報で溢れている世界に適応しようとしているのであると述べた。とにかく短く、一番いいところに集中しようとしているだけ、最良のパートを引っこ抜くことが DJ の役割としている。ありがとうございます。